ストロズ？アストロズ、うん、まあこれまた移籍してアストロズで何年間だっけこれ2年半ぐらいですね。2年半か、途中からか。で、またアストロズでクビになって、うん、でまたコーラーが拾ってくれたんですよ、最後。おお、最後ね、ちょうどね。はい、はい、でそれで、メジャー通算7年。マイナー回せながらアメリカに、メジャーとしては5年ちょっとですね。アメリカに行って、7年ですね。いや、俺もっとやるかなと思ったけどね、もう帰ってくるんじゃなくて。ああ、うん、7年やろ、基本的に行ったの、はい、7年行ってたら普通英語ってバリバリだよな。全然喋れなかったそうなのよ、途中で聞いた時も英語全然喋れないっすね、全然です。で全く、でも挨拶ぐらいだけ。あ、そうですね、うん、言ってること的には何とか理解できるんですけど喋れないです。あ、じゃあ、 マウンドとか集まるじゃん、はい、その時は端っこでなんかこうしてるだけ。一応会話に入って、あ、入って、コロナぐらいから入るようになりました。じゃあメッツの時はまあ行くんですけど、何言ってんやろ。